天聖寺は大阪府岸和田市南町にある浄土宗の寺院。三号は五字山。陰号は友光院。本尊は阿弥陀如来と地蔵菩薩。この地蔵菩薩が多古地蔵と通称され当寺院の別称になっている。また、最寄り駅となる南海本線多古地蔵駅の駅名にも採用されている。創建は元気元年と言われているが、 天保年間の火災で、記録をすべて失ってしまい、詳細は不明。しかし、増上寺資料集、第五巻諸集浄土修寺院士、泉州寺院会山頂岸和田組には、官営2年に、徳誉まれた商人が建立し、以後、官文13年までの48年間、住職を務めたとしている。天蔵村演によると、県務年間、和田城に、 高波が襲いかかったとき、海の彼方より大田湖に乗った奉仕が、海岸まで近づき波風を沈められ城は救われたという。天正12年、橋場秀吉が終わりへ向けて、大阪城を出発。その隙をついて、奇襲征伐で敵対する、根頃州、西賀州といった、奇襲の一向一揆の軍勢が、 秀吉配下の中村和氏が貨幣で守る岸和田城へ攻め込み、対乱戦となった。数で圧倒する、奇襲勢の勢いがものすごく城が危うくなった時、タコに乗った一人の奉仕が現れて、次々と奇襲勢をなぎ倒した。しかし、奇襲勢が盛り返して、タコ帽子を取り囲もうとした時、海辺よりご音を立てていく千幾万のタコの大群が現れ、 奇襲勢を殺害することなく退却させた。一宇治は喜び、その奉仕を探したが、結局わからなかった。ある夜、奉仕が一宇治の夢枕に立ち、自分は地蔵菩薩の化身であると告げたので、その昔戦乱から守るため、堀に埋め隠し入れた地蔵菩薩像を出して祀ったという。その後、一般の人もその利益が受けられるように、日本一大きいとされる。 地蔵堂に移され、現在に至っている。ありがとうございます。